天竜人に転生いい、に対する読者の反応集。ぶっちゃけどうするのが一番頭いい。ニョスガルド除いたできるだけ多数を巻き込んで自爆が最適解では。年を重ねるまで下手なことはするな。時を待て、巨人島参加の世界会議まで待て。適当な無人島に別荘を作っておいて、レベリーが始まる前に逃げ出す。奴隷には優しくしろ、間抜けなふりをしろ、裏でどうにか支援とかしてパイプを作れ、海軍のお偉いさんたちに、この方はマシだな、って思わせろ、絶対に立場を捨てるな。おとなしく過ごして、ニョズガルドが動き出したら、それに賛同する天竜人の一人になる感じかな。世界政府転覆後に焼き討ちにされたらあれだし。資産を貯めつつ、平和な加盟国のどこかに金銭的に支援しつつ、万が一の時に移住できる環境を整えておいて、奴隷落ちしている有望な冒険家とかを集めて、ボディーガードとして雇って友好的な関係を築いておく。どうせ引きずり下ろされた時民衆にとっては、良い奴だろうが悪い奴だろうが天竜人に変わりないから、迫害されるのが落ち、やりたいようにやれ。一生を勝ち組天竜人として生きて行けるくらいの時に生まれる。体鍛えて悪魔の実を食べて、ルフィが四皇になったあたりで麦わらの一味に加入したら？奴隷や海兵に優しくして、加盟国に積極的に支援するとか、その上で人がいない安全な土地に住居作っておく。正直ワンピ世界で顔が割れてて、兵と買う立場になっていいこと一つもないよな。ひたすらトレーニングして武力身につけよう。この暴力があればなんとかなる。天竜人の血筋フィジカル強そうだし、ワンチャン人相変えて逃げ出せる。ポテンシャルは高いから体を鍛えまくって、金と権力で強い悪魔の実を手に入れてヤバくなったら逃げる。変にいい人の天竜人として動き回るのもリスクあるしな。案外青生地とかガープとかの、どちらかというと善人には優しい穏健派を呼び出して全部ぶっちゃけるとか。加盟国を、我の国だえ、して、とりあえず金だけ出して元の奴に統治させて、農業も三つ交互に作るよう言って、うまく革命軍の本拠地にさせるが気づかないふりをして、たまに自分の足で顔を出して住民の悩みを聞けば最悪かくまってもらえるだろ。強い奴隷王に、三人勝って、他の天竜人と競り合って落とすとなおよし、周囲から疑われない範囲で親切にして、忠誠心を稼いだ上で自分も鍛える。奴隷はそれなりに買う、焼き印じゃなくて特殊メイク、一年くらいは落ちない、でマークをつける、対外的に痛めつけてるふりをするために傷も特殊メイクでつける、時折廃棄という名目でシャボンディ諸島で金持たせて奴隷を解放&協力者を作りたい。こう言っちゃなんだが、ナロー系の主人公みたいなムーブしとけばある程度はなんとかなるやろ。天竜人という立場を使って、海軍なりまともな王国なりと仲良くなる、元奴隷でも何でも、最低限の裏切らない姿勢を揃える、時期にも運にもよるがニョスガルド性ないし、まともな天竜人の派閥を作ったり引き込んだりする、本人の気質資質が合うならば自分を鍛える。問題は中身オタクのやつにそんなことできるか、って話だ。下二つは無理でも上二つはやらないと、あの世界の今後絶対荒れるし不安がでかすぎる。オークションにも出てこないし待ちくたびれた自分の手で巨人島まで人魚狩りしに行きたいんだって言い張って船の準備をしつつ、有望な奴隷集めて私兵団作っておく、あとはどうにかして下界にコネを作る。ガープは青生地と個人的に仲良くなって、革命軍に支援物資や情報をバレないように送るとか？敵側に露見した時が辛すぎる。周りの天竜人とも仲良くしないとまずそう。天竜人辞めるとか言わん限り、何やっても他の天竜人からは変人程度の評価になりそう。天竜人辞める派絶対に NG だよね。変人扱いされるのは全然マシ。腐っても天竜人だから何かあれば海軍大将が飛んでくるし。革命軍の奴隷を買って、そいつ起点で革命軍とのコネ作りたいな。天竜人としての権力で普通に優しくしてるだけであの世界なら前世を引けるので、適当な小国で不自由ないレベルに暮らしとけ。海賊とかが来たら怖いので、一応海軍にはお世話になっておけ。天竜人ってだけで権力聞くから、そこそこ前世敷いてる貧しい国の支援とかかな。やっぱ信頼できる、ここが一番重要、強い奴隷を揃えるのが大切。あえて他の天竜人が飽きた奴隷を譲ってもらったりして、あの天竜人は前の人と比べめちゃくちゃ優しい、ありがとう、ついていきます。という作戦はどうだろう。だえ、って喋り方はマスターしないとダメそう。他の天竜人と悪役無双ムーブするのも楽しそう。マリージュはからでなければ下手なことしない限りは生きていけそうだがな。今後聖地が安全であるという保証もないので、メタ的には崩壊不可避じゃない？奴隷の扱いを使用人レベルにしてたら勝手に崇められそう。天竜人の権力でめちゃくちゃやる話面白いかもな。ドレスローザにフラッと寄ってシュガー気絶させて帰ったり。
ドフラミンゴのフィジカルを目指してとにかく鍛えまくるのは、天竜人の特権を利用して強そうな動物系幻獣種を確保しろ、そして食え、最低限の自衛はできるようになろう。私が転生先で、ごめんな。一番最悪のパターンじゃねえか。地上降りる前から動けるなら問題ない、むしろドフラミンゴを無害化できる。けどローは死ぬな、オペオペはそのまま政府が手にするか。読み読みの身が手に入れば一度死んだことにして逃げられるんだが、ブルックと同世代ならそのまま死に逃げできそうだから意味ないか。まあどう考えても味方ゼロはまずいので天竜人の権力によらない仲間、できれば強い、がどうしても欲しくなるな。とりあえずめちゃくちゃ強い奴隷、ギリがたい性格の元革命軍、海賊あたり、成長性のある若めのやつ、を買って全部説明して、共犯者になってもらうのは大切だと思う。よそとのコネ考えたら、ジェルマック製みたいに外交できる立場目指したいな。自分の体に焼き印入れて、フィッシャータイガー襲来と共に逃げ出す。フレバンス滅亡してないなら、フレバンスを別荘地にして白煙産業を止めさせるとか？白煙病の話を知れたらそれもいけるか。それに代わるメリット提示しないときつそう。100年前にはわからなかったとして、白煙の再調査で毒性を発表、白煙に代わるお金は別荘地維持費として天竜人権限で出す、これならいける？天竜人ってデフォルトで覇気の才能ついてたりするのかな？覇王色はあるだろうな。自分から買うと余計な恨み買いそうだから、他の天竜人から飽きて捨てられた奴隷拾って戦力にするのは重要。ただ奴隷たちも天竜人に恨み持ってるし、元海賊とか荒くれもいるから、殺されないように注意する必要がある。丈夫になる動物系か物理無効にしやすい自然系の悪魔の実を手に入れたいところ。権力使いまくって早めにベガパンク囲い込んで、いざという時逃げれるように超技術による奥の手を持つしかねえ。いっそのことこだわりなければ、秘密でサイボーグ改造か人造悪魔の実とか施してもらっておくのもありかもしれん。権力をフルに使って鍛え上げて、強い奴隷を集めて、海賊ごっこ、押して海賊を借りまくって、資金と戦力を集めて前線を敷いてる貧乏国家を縄張りにして拠点にする、天竜人の道楽のように見せながら、自衛できる戦力と信頼できるコネを作る。海賊ごっこや海軍ごっこやってる天竜人って、キャラとして結構面白そうだな。過去にあった不幸を何とかする方向性だと、その目にあったキャラたちは弱体化しそうなんだよな。あと仲間たちと会えなくなる、会っても仲間にならなくなるかもしれない。身の確保はマストだと思う、ロギア系ならなおいい。天竜人って身体の作りが丈夫そうだから鍛えてみるのも面白いかもしれない。やっぱり鍛えずともある程度の強さが保証されるって点では動物系か自然系が良いんかね。よく言うなら幻獣救えるのが一番いいんだろうけどな、オロチとか見てる限り。天竜人転生はハーメルンで見たな。ほとんどエターナルけど、悲しい。天竜人自体がまだまだワンピースでも説明されてないことめちゃくちゃ多いからな。大将やサイファーポールを引き連れて、ワノ国やバンコクに行ってカイドウやマムを倒すと感謝してくる人たちもたくさんいそう。一歩間違えると世界の均衡とか考えず、主力で海軍動かして海賊倒しに行ったおバカ天竜人として捉えられかねんのがリスキーだな。それやろうとした時点で叩き潰されるわな。海軍に顔出しまくって六式覚えるのは？海軍戦では動かせないけどなんかあった時に身を守る戦力としては強い。貧乏な非加盟国に逃げ込む作戦なら、ビスビスみたいに食料無限に出せるとか、イシイシみたいに土木作業に役立つ能力とかの方が信頼得られやすそう。一種の手に職にできる能力もいいかもしれない。ビスビスみたいな能力だと、食事上の悪い地域じゃ殺しちゃったら大損だもんね。資源を生み出す奴隷化にされる可能性も高いけど。加盟国行くのはやめた方がいいんじゃ、行くならアラバスタ。ちょっと前の情報ならアラバスタ鉄板だったけど、今はイム様に目をつけられてて役に匂いが。あ、そっか、それがあったわ。ならウォーターセブンあたりが丸いか？海軍って面白そうだえ、海軍に入れろだえ。って詰めてバカなボンボン中将みたいな立場なら安泰では、もちろん前線には出ない。変に原作には関わらない方が未来予測できて便利だと思うんだがな。強いて言うなら天竜人権力でエースを奴隷にするとか。テゾーロとステラを名目上は奴隷として連れてって、使用人として衣食住と福利厚生バッチリさせる。天竜人になって贅沢するじゃなくて、なんとかしてコネ作るとか自衛して生き残ろうとする意見しかないの笑う。今の情勢見てると天竜人が安全な立場じゃなくなりそうでな。時代のうねりが怖すぎるからしゃあない。立場なんて世界のシステムが崩れれば意味がなくなる。人脈はシステムが変わろうが生きる。めっちゃ強い悪魔の実を手に入れたぞ。黒ひげ、こんにちは。ワンピースって、もしかして激動の時代なのでは？
革命軍や海賊側につくのはやめた方がいいでしょ。リスクが高すぎる。ガープ筆頭に海軍のお偉いさん方にコネ作って、奴隷への扱いも良くして、反感を買わず自分も鍛え上げてそこそこ戦えるぐらいになっといた方が生き残れそう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。